飛距離を出したいときにやると良い左膝の使い方を説明していきますけれども、私のおすすめの動かし方はバックスイングで左膝を少し緩めるように、この膝を角度をつけてください。そしてダウンスイングでこの左膝を一気に伸ばしていく。この左膝の曲げて伸ばすという動きを使ってあげるとすごくスピードが出やすいです。普段のスイングでは、左膝というのは、さほど動かさず、ダウンスイングでは軽く伸びるという程度なんですけども、これを意識的に緩ませて伸ばす、こういう使い方をしています。これをするとどういう良さがあるかというと、まず左膝をスッと緩めるように角度をつけることによって体が回りやすくなります。左膝を固定させて回してください。そうするとコンパクトになると、反対でここを動かすとしっかりトップスイングが大きく入ってきます。そしてダウンスイングではこの左膝を伸ばしていく。この伸ばすのもただ伸ばすのではなくて、伸ばすと同時に左腰を切り上げるといって、こう斜め上に動かすような動きを意識してください。この骨盤というのはアドレスの際に少し前傾しているので、その前傾した状態で回転すると少し斜め上に動くような動きになってきます。それをこの左膝を伸ばすことで動きを助けていきます。ここを止めちゃうとその動きっていうのはあまり積極的に助けることができないので、スピードが出づらいんですけども、伸ばしていくとこのスピード、腰を動かすスピードが速くなって、結果的に体全体のスピードも上がってきます。まず普段のあんまり動かさないパターンだと、こんな感じだと思ってください。あんまり膝を動かさず、コンパクトから振っていくような感じなんですけども、これを意図的に大きく動かしていくと、すごくスピードを出すっていうのが行いやすくなります。こういう感じですね。左膝のアクションが大きくなってきます。そうするとスピードが出やすいので、これは人それぞれだと思うんですけども、この左膝の動かし方、これによって体が速く回転できて、結果的にヘッドスピードが出る方っていうのも多くいらっしゃると思いますので、この動かし方を意識的に練習して、ヘッドスピードが上がるかチェックしてみると良いでしょう。